78.0. FM Naha. Your radio station. アネッタイラディオ FM ナハ。はい、 FM ナハをお聞きの皆様こんにちは。スパイスラディオのお時間です。皆様今日はどうお過ごしですか？まあ、そうですね、今日は12月23日3連休ですね。おお、ミットさんおはようございます。おはようございます。もう3連休ですよ。3連休始まってるんでね、まあ一応皆さんクリスマス前ということで多分楽しんでいるんではないかなと思うんですけど、多分結構あれじゃないですか、はい、なんか遊びに行ってるんじゃないですか。そうです、まあもう年末のねあれなんで、もう最高でもいろんな東北ではないけど、遠くってなんか雪見にな、雪見にな、沖縄だからね。そうそう、3連休、まあ、多分一番いいでしょ、多分寒さといい。そうだね、多分もう結構寒いっす。雪も降ってスキーとか旅行とか行けんじゃん。沖縄はまだ雪降ってないけど、今年は降るのかっていう感じ。降らないですね。平成最後に降ってほしいですけどね。はい、雪もね、あの絶対降らないと思います、ね、平成最後ですかね、一応もう今年、今年で終わりなんですよね。今年で、今年の何月だ、5月まで、5月から切り替えた。ああ、なるほどなるほど。でも平成最後の冬ですよ。そうですね、沖縄の平成最後の冬、皆さんどうお過ごしですかっていう感じで今日もやっていきますけどね。はい、クリスマスイルミネーションデート行きました。僕はそうですね、まだ行ってないんですけど、なんか今年かな、今年なんかイルミネーションっていうなんか CM あんま少なくない？少ないです ね。確かに。なんかもうやっぱ有名どころ、東南植物楽園とか、なんかな、結構なんていうのかな、カヌチャのあれもありますけど ね。 CM あんましてないんだよね。昔はなんかパームヒルズとかなんかゴルフ場とかでなんかやってたけど、はいはい、っていうかそれを突っ込んでなかったけど、はい、あのこれ YouTube でも流れてるんですけど、今日皆さん僕らの格好どう、はい、今日はね思いますか、今日はね、あのクリスマスのパーティーショーに突っ込むの忘れてたこれ。あの、うん、あの多分あの皆さんこれ YouTube 流れてるんで、はい、YouTube でもスパイスレディオでちょっと検索してもらえると、あの面白い感じになってるん で、ね、ゲストはねまだあの発表されてないんですけど、そうですね、今ゲストはトランプさんです、ね、すごいゲスト今日ゲスト呼んでるんでね、はい、なんかリアルだよね、リアルこんななんかそういう気あったよね、なんか中東事件みたいなこれ何が始まるのっていうこれからありました、ね、感じがありますけどね、はい、じゃあそろそろ、ゲスト呼びたいので一旦 CM 行きますかね。はい、はい、流れてない、スパイスレディオのお時間です。スパイスレディオでは仕事や遊び、恋愛などをテーマに刺激トークをたっぷり1時間お届けいたします。また取り上げてほしい企画やリクエストも毎回募集しておりますので、番組へのご意見ご感想リクエストがありましたらこちらまでメールをください。はい、宛先は spr780nana@gmail.com まで番内お待ちしております。 NANA って言ったけど NAHA だから NAHA です。テーマに関するご意見や質問の詳しい詳細はスパイスレディオ Facebook にてページをご覧ください。毎回テーマへの質問等には締め切りがありますのでご注意ください。遅れたらどうなるの、ヒカル。遅れたら大変だよ、ゆっくりマンゴーラッシュ飲んでる場合じゃないよ、すぐカレーにするよ
でもリクエストは大丈夫よっていう感じで、じゃあはい、カレーなりましたね始まりましたね。じゃあやっと始まりましたねまあこんな感じで毎回ちょっとグダグダでいきますけどまあこれはねご愛嬌ということで、まあ途中から聞いた人は多分あのいい感じになってるから確かに確かにあラジオだみたいな、まあ、全然いいと思いますよ、うん、じゃあそろそろゲストを、そうですね、お招きしましょうか、はい、そうですね、じゃあ本日のスペシャルゲストのご紹介です。僕ら居酒屋エリーと同じビルの5階にあるんですけども、本日のゲストは、はいはい、ダイニングバーライン店長の与那覇正樹さんにご登場いただきます。はい、はい、まぼくん、よろしくお願いします。どうも、まさきくんは仲いいですね。まさきって言うのやめてもらっていいですか、マーボーに戻してもらっていいですか。そうですね、マーボーさん、はい、じゃあいつもの感じでじゃあいきましょうか。はい、どうも、マブさん、じゃあお店のご紹介、簡単なやつとかでいいんで、まあ、はい、お店の、はい、紹介をお願いします。アメリカ合衆国大統領やってます。あ、そろそろ撮ろうかな、そろそろ撮ろうか、そう、YouTube ちょっとトランプだったんだ、はい、俺そうだね、はい、国際通りの、はい、先ほど紹介いただいた居酒屋エリーのビルド一番上の5階でダイニングバーラインでやってますの店長させてもらってます、与那覇正樹で、マーボーってもらうんで、マーボーでお願いします。なんかあの T シャツもカレー屋さんみたいですよ、はい、もう合わせて、合わせてスパイスカレーで、はい、いいね、いい感じ出てますねはい、ということでね、じゃあ、まあ、いつもねマーボーとはよく一緒に遊んでますけど、仕事しないで、仕事もして遊びもして、仕事して、そう、仕事もプライベートもね、モアイも一緒にしてるからね、マーボーね、はい、仲いいんでいろいろ聞いていきたいなとは思うんですけど、はい、どんなですかこの12月入って、お店は。いい感じ、12月はやっぱでも、うん、まあ、一番忙しい、うん、そうだね、そうだね、そうだね、しかもこれから23日だったら、はいはいはい、結婚式とかもやっぱり多いのかな、11月の方がいい、12月も多い、結婚式で言ったらでもまだ11月とかの方が、うん、あのいい夫婦の日に、そうですね、10月かませたりね、年末やらないでしょ、結婚式、年末はあんまり、いや、ちょっと迷惑じゃないですか、もう年末やったら確かにね、年末12月後半だともうこっちもみんな予定あるわっていう感じはね、うん、しないでもないけど、ね、10月11月が一番多いですね。ちなみにトークテーマ、トークテーマ、はい、あ、そうですね、今日のトークテーマはダイニングバーラインさんということでですね、箱がでかいですよね、まずね、はい、結婚式のね二次会とか、まあ大きいパーティーとかをやってるということで、今回のテーマ沖縄の、まあ、結婚式二次会あるあるということで、ありますね、進めていきたいと思います。ではですね、はい、じゃんじゃん聞いていこうかなと思うんですけど、はい、結婚式の二次会とかもラインさんやってると思うんですけど、はい、まあ、どうやってパーティーのこの運営をしているのっていう、この仕事内容を、はい、まあ、僕らは居酒屋なんであんまりわからないので、大型なパーティーの運営はどんなお仕事なのかっていうのをちょっと説明していただければなと思うんですけど、運営っていう、まあ、運営っていうか、運営っていうか、なんていうの、なんか予約流れだよね。二次会だから基本何時から始まるか、早いの、あんな昼間と何名、100名ぐらいやるし、100名近く来る人もいますね。それをこうどう回してるのかっていう、うん、何名でおし、このじゃあ例えば100名ぐらい入ったとするじゃないですか、はいはいはい、このスタッフは何名ぐらいで回してるの。その時スタッフはもう基本4名か5名ぐらい、少ないやばいだろ少なさよ、これ何、このホールもまあ、料理も出すじゃないですか、出したりする。料理はでもオードブルとか。ああ、なるほど。なんでキッチンっていう感じはあんまり。っていう感じではないです。なるほど、なるほど。あ、じゃあほとんどドリンク。ドリンクが多い。で、ドリンクもカウンターにあの各自セルフで取りに来てもらうんで。へぇ。実際スタッフがこう動き回るっていうのは、そんなないっすよ。カウンターで受け渡しっていう感じ。はいはい。あ、そっか。一回、何回か行ったけど、ドリンク持ってきてたんだよ、誰か。誰かが取って、取ってから。そうやっぱそうだよね、そんな多分スタッフがガチャガチャ動き回るってのはあんまりない、ね、でもマジで LINE さんは毎週末、はいはい、もう溢れてるよね、あの下のビルの前にこう二次会の人たちがバーンって終わった後すごい毎週毎週入ってるから、もう多分ね今
沖縄那覇ではもう多分知らない人はいないんじゃないかな。知ってるんじゃないかな、みんなね。マジで知ってる。みんなわかるよね。あのエイリーの予約でも LINE の同じビルですって言ったらもうすぐわかるから。そうだ、ね、いやマジマジマジって言ったらすぐわかるぐらい、もう結構ね若いお客さんはねもう LINE ボンボン入ってる。そうですね、若い人が多いですかね。客層は結構もう20代が多い、30代。通常の時はもうやっぱり20、3、4とかじゃないですか。そうだよ、多分だからこの結婚式も今一番ピークっていうか、あの結婚式のピークって大体こう沖縄はね20代で半ばか30代が多いから、そのお客さんがもう1回来たら多分もう次、ね、来てくれるっていう。まあ、100名いたらね、100人多分結婚式やるから多分使うよね。そう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 、今までもずっとなんかもう、まあ、ありきたりではないけどもう決まってたよね、あの結婚式二次会会場で。あ、場所がすか。で LINE さんは今何年目なんですかね、このダイニングバーは。今今年4年目です。今4年目でしょ、だから5年前はなかったわけで、もう決まってる場所だったけど、この新しくできてめっちゃ綺麗ななんかバーができたって言って、もう大型のでかい箱なんで、あそこで、はい、ね、やっぱ綺麗なところはいいよね。天井も高いですもんね。天井がめっちゃ高いですね。いいね。あっち何だったかな、元シエロかな。ディスコじゃないですか。シエロかなんか。そうそうそう、クラブ。シエロかなんかクラブだったよ多分。そう、名前忘れたんですけど。昔行ったことあるんだよ。うん、ありましたね、うん。前はプロレスもやってましたから、ね。そうそう。あ、そうだね。沖縄プロレスがあったんですよ。沖縄プロレスの。はいはいはい。沖縄プロレスの時から知ってはいたんだけど、まああっちをあの中を全部改装してるよね。最初ははいはい、もう。うん、サラだったんだっち、サラちゃったんだ。すごいよね。いや、おしゃれはあっち行ったことはない。はい、ありがとうございます。デートでも行けるからね。そう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 。個室もあるんでしたっけ。個室はもう今ないですね。個室っていうかもう半個室みたいな。 あのちょっとあっちスケベでね。あスケベあないスケベルームね。スケベルームスケベルームスケベルームあっちに行く人はちょっとじゃ あスケベだなと思って。あっちに行く人スケベな人しかいないですね。あそこで一回誰のだってか誰かの結婚式でしかしてたけど、はいはい、あんまりにもスケベすぎて女が警戒して女誰も入ってこないよ。その部屋ですか。やばいな、ウケるね。じゃああっち聞けんの、男ばっかりだった。でもあれだ、結構今またあっちもちょっと変わって改装参考室みたいになってんだよ。そうそうそう。何名席ぐらいあっちは。じゃ全部でどんぐらいあるの、席数は。全部で言ったら100座れる。着席で120いくかなぐらい。すごいね。マックスこの150とかそれぐらい。マックス、あでこれちょうどあれなんですけど、一番マックス来た二次会が、はい、このヒカルさんなんです。ヒカルさんの結婚式でも使ってもらって二次会で、そ、ね、その時があの180名ぐらい来てて、あでも多かったよヒカルの時、座れんかったもん。もうあれはもうあれは僕も一応。誤算です、あれは。でもすごいよ。じゃ100名ぐらい来たらいいなって思って予約した。100以上来たらすごいんじゃない。すごい2次会だと思う。多いっす、多いっす、もう100以上来たら。本当にその時の感じもびっくりしててから、うん、なんかえ、ヒカルやばいぜ、やどんだけ来てると思ってるかやとか、いやなんでここ予約したみたいな。開けたら、もうこの扉開けた瞬間、もう目の前にいるわけ、もうそれぐらい埋まってた。え、予定何名だったの。 100? で100名よ。100名で180。やばかったっすね、あれ。一応嬉しいけど、うん、ちょっとこっちも本当に冷や汗だったね、あの時は。クラブでしたからね。うんうん、楽しかった。このでもやっぱあの、あれなんね、時間制でやってるの、この2次会は。時間、基本は大体3時間ですかね。3時間で、食べ飲みになるのかな、一応。飲み放題。食べ放題ではないですけど。食べ放題ではない、この要は料理付きの。飲み放題がついてますよみたいな。これ料金プランとかでやっぱり景品があったりとかはあるの。そうです、景品とかはまあ一番でもそれが多いんですけど、うん、スタンダードっていうかこの一番最初のプランはいくらくらいからやってるのかな。2時間と3時間であって、あ、まあ、2時間だと3000なんですけど、はいはいはい、それが3時間だと3500円になって。ああ、じゃあ3時間の方が全然いいね。3時間500円。あれって景品がついてるわけ。よくビングやる。基本はついてないでしょ。それにオプションでつけれるってこと。そう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 。それでもうこっち側で用意するんだ、景品も。そうそう、だからそれが結構患者さんに人気らしいよね。はい、そうっすね、景品。もう大変さだってこの感じも。そうだよね。プラン立てるのも。だから結構それでそのもうお店側がこの景品の準備とかしてるんであれば、はい、もう手っ取り早いし楽だから、ね、はい、ぜひこれを使ってっていうのを売りにはしてるけどね、結構いいなと思いますね。これ。なんかすごい幹事とかいた。なんかこんなパーティーを主催したやつがいるよとか。幹事っすか。幹事っていうかなんかなんていうの。なんかあのなんて言えばいいんだろう。これいいなっていうの。
これなんか素晴らしい二次会だったなみたいな、はいはい、でもやっぱりこのなんかもう何回も通うあの打ち合わせとかやるんですよ、うん、はい、パーティーの前に。で結構通ってもここまでやるぐらいの人とかいるんですよ、打ち合わせ、はいはい、いいないいな。でもやっぱそういう人の時は盛り上がってる。会自体はめっちゃ楽しそうですね。ああね、やっぱそれはあるね。やっぱそこなんだよ、うん、それはある絶対ある絶対ある。それはやっぱそのやった日には見たらもう、あすごいなこの人ってなるんで。なんか大体ビンゴゲームさ、ビンゴゲームなんか最近この飽きるんだよね。確かに、ね、もう俺ももうだって何か定番だからもう20回以上やってるから確かに、ね、そうっすよね。確かにビンゴ、そう確かにそれかもしれないです。ビンゴじゃなくてゲームがなんか、はいはいはい、盛り上がるような男女でやるとか、ちょっとわちゃわちゃできるような面白いのがあってからなんか最近あったの、何だかな、なんか男がと女のペアになるわけさ、なってからで前に5組ぐらい出てくるんだけど、でそれを男の人があのバナナ持つわけさ生のなんか読めてきそう、 そう、でそれをね女の人がそのバナナを剥いて早く誰が食べれるかゲームみたいなやってるわけさ、死にエロいわかるこれこれで勝った方がなんかイエーイってやってなんか景品もらえるわけよ、うん、あれはね、何これ持ち方どうなんだっけ。持ち方は男の、あそうか言ってない、男のね股間にバナナをグイーンってやるわけさ、挟むわけ。そうで、うん、女の人が、うん、膝立ちで、うん、並ぶわけで、まだ食べないよ、うん、でちゃんとやーいゴーみたいな言った瞬間に、うん、バクって食ってバク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 って食うでこれあれだよね、まるまるチョだよね。そうなんかテラチョみたいなピー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 これ夕方4時、夕方4時失礼しました失礼しました、危ない危ない、そうそうそう失礼しました、そう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 、面白いゲームがあるんですよ、そういうの面白いですよね、盛り上がってるよねとか、なんかあとは風船をまたこれはあれなんですけど、風船をね入れるんですよ、このズボンの中、男ので、女の人が空気で、うん、空気押すやつあるじゃん、はいはい、膨らむやつ、はい、あれで、バーッと押して、うん、一番最初に割れた人の勝ちっていうゲームとかあるんですよ、あそのいい、ね、もっこりしてくるわけ、どんどん股間がいいね、いいね、もっこり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 パーンってなったら勝ちっていう勝ちってそれがね、僕の結婚式でやってました、2時間やってたやってた、うん、で、お兄ちゃんがね、結構活躍しましたね、その時は。そうなんだ、はい、見てんかったの面白かったですよ、あの時は。お兄ちゃん来てたんすね。お兄ちゃん2人来てた、2人来てた、マジっすか。でっかいのがさ、2人いたわけよ、ほんとに水球みたいなのが2人そうなんですかいるわけさ、そうそうそう、でも面白かったね、やっぱ二次会はあの打ち合わせだね、どっちかって言ったら、はいはい、なんかそうだよ、失敗するダメな感じほど打ち合わせしないっていうか、うん、まあ失敗っていうか、まあハッピーな会だから全然失敗ではないんだけど、うん、盛り上がり方とかね、やっぱりこの打ち合わせの感じさんによるかなっていう気はしないでもないですね、うん、あと司会がないとかある、司会いないとか。司会がいないのはもう絶対ないですけど、うん、でもこれはおすすめしたいのははいはい、はい、この二次会とかの時に友達が大体やってくるじゃないですか、うん、はいはいはい、そうですね。なんですけど、この今で言ったら司会芸人さんが司会者、司会呼べるよね、はいはいはい、やってくれるんですよ。ちょっとお金払うんですけど、でも言ってもそれも披露宴から比べたら1万とか2万の間ぐらいなんで、そっちにお願いした方が確実っすもん。司会進行がいるから、確かにね、やっぱ友達になるとなんていうの、頼りすぎたりとか、このぐだぐだになっちゃう時とか、司会がうまく進まない時とか多分あるよね。酔っ払ったりしたらもう、そうだよね、そうだよね、この司会でなんか面白さって結構変わるよね。もう全然多分違うと思います、マジで。閉まるんでもこの、うん、確かに確かに。いや、まあお金払った方がいいね。何気さん、飲めんさん。うん、ま、確かに確かに。感じも。感じは段取りだけでいいさね。段取りだけやって。ああ、そうだね。司会をやるっていうんじゃなくて、そうその司会進行の手助けをするぐらいで、まあ、飲みながらできるぐらいで、行った方が多分そのね、友達も楽しいもんね。え、芸人ってあれ結構ある、有名な人も1万円。いや、言うだからもうそれじゃない、それは、あ、その、うん、コース、メジャーな人はもうやっぱその分で、あ、この LINE にも二次会の司会で来た芸能人っていうか、この沖縄の人とかもいる、いますいますいます、います、へえ、すごいすごい。どんな人、なんか一番は有名っていうか、
一番はわさびさんって人なんですけど、だけどわさびさんって人いるんですけど、あのわさびさんって人いるんですけど、その人が一番多いんですよ。そうなんだ。でもその人がいつも言うのは、はいはい、あのその FEC っていう会社の芸能事務所なんですけど、はいはい、その中では売れてない方の芸人さんらしいそれ毎回あの自分で行くんで。でもあれでも、でも司会は上手いんだ。でも司会はめちゃくちゃ上手い一番最初に押しますもん。いいね、一番最初にいい、ね、あの芸人リストあります、わさびさんでっていう。じゃあもうあのぜひね、わさびさんで短いで検索したら出てくるかな。出る、あ出てくる、ぜひ検索してください。わさび沖縄、わさび沖縄芸人、芸人さん、はい、FEC FEC わさびさんで、じゃあぜひこれから結婚式予定の方は二次会の、うん、あね、司会とか頼んでみてはいかがですか、はい、っていうね。お願いします、ぜひ。いいねすごいな今二次会頼めるんだね。なんかむもうほんとちょっと前までもう自分たちの手作りだったけどね、何もかも。そうだね、僕の時もそうだったから、ね、そうですよね、僕の時もそうですね、友人のそうそうそうやってましたね。めっちゃなんか頑張ってくれて、一応あの時も結構盛り上がってたなっていうのはあったけどね。やっぱこの20代前半と後半とか、まあ、30代でやっぱなんかやり方も違うんじゃない、この結婚式の盛り上がり。前半の子たちってめっちゃなんか楽しそうだよね、なんかもうわちゃわちゃみたいな。この21、2とかの結婚式、そうなの、すごいっすよ。もうなんか分からんの、忘れてる。だから要は初めての多分結婚式とかが、うん、あ、はいはい、一発目の結婚式、もう初めて自分の同級生の結婚式のとかだったら多分はしゃぎようがすごい、ね、超楽しいんじゃないですか、まあ、しかもね、フリーだからね、大体ね。そう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 。もう俺ってもう30過ぎたら大体結婚してるから面白くないよ。確かに確かにそうだね。こんばんはって言って、私たち子供いるよって。スーさん、スーさん、そうそうそう。何のすいませんですか。声はかけてみるけど、すいませんって言うの。別に一緒に飲みたいだけよ。そうそう。もう相手が俺ブロック張るからね。あ、そうそうそう。すいません。しかも限られてくるよね、この残ってるのもね。そうそうそう。ああ、はいはい。そうそうそう。選ぶのも選べなくなっていくっていうかね。そうそう。こっち今出会いにもなりますから、ね。出会いの場所だもんね、結婚ね、結婚式で。出会いもありますから。面白かったな。結構この結婚式の二次会でなんかつながるとかある？この要はくっつくじゃないけど。あるんじゃない？くっつくとかでも、そっからなんか彼氏彼女とかになるのとかもあるのかね、やっぱり。まああるんじゃない？最初は知らない結婚、要は新郎の友達、新婦の友達で二次会で要は意気投合してそのまま仲良くなってとかやっぱあるのかな？でも多分ワンナイトはやりやすいんじゃない？これもこの勢いじゃん、ワンナイトラブね。このそのままほらね、絵面持ってきじゃん、結婚式からのこれ絵面持ってきじゃん頭の中にほらもうインパクトされてるじゃん。確かに確かに。でもまああるんじゃないですか、それは。まあフリーな人はね、やっぱそういうのも出会いの場としてね、やっぱ可愛い子がいたらやっぱね一緒に飲みたいしね、かっこいい人がいたらやっぱあの人と飲みたいなとかやっぱあるんだろうけどね。でも二次会はまあ結構、まあ俺が言ったらあるんですけど、それメインじゃないですか、あの二次会に行くとき。しかし、しかしメイン、はい、女の子と言ったら無条件で飲めるじゃないですか。あ、それを使って、確かに、ね、3000円ポッキリ3000円ポッキリの3時間コース。いいね、いいね。しかもなんていうの、指名なしだけど、一応指名みたいなもんじゃん、ジュングリジュングリ回ってるから。なんで、すぐ勝手にチェンジされるかもしれない。なんかさっきみたいに、いるからな。チェンジでってなるね、絶対ね。あれは起きるな。なるほどなるほど。まあ、みんな張り切るからね、化粧も洋服もね。そうだね、かっこよく見えるね。そうそうそう。かっこよく見えるし、可愛く見えるしね。やっぱそういうのでね、気合い入れてやっていく人は多いんかな。でもなんか結婚式あるあるで、はいはい、余興やったやつは大体なんか持ち帰りができないっていう。マジですか、うん、そうなんすか、うん、逆ね、人気者になるからね、どっちか。あ、まあ、持ち帰りは分からんすけど、逆にこの二次会とかではやっぱ人気じゃないですか、うん、あ、あの結婚式の余興で、うん、披露宴で余興やった人が二次会で人気が出るってことで。もあれは人気だけよ、うん、あの人だって終わるって。そうそうそう、なんか結局そこにいるじゃん、カッコつけてくる、はいはいはい、なんかハット帽とかつけてくるやつでしょ結婚式で、はい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 、もう大体こんなやつが持って帰るぞ、はいはいはい、あれインチキよな余興やって脱いだやつはなんか盛り上げ役や、ただのなんていうの、二次会期待して行ってるのに鹿せんからよ絶対確かにね確かに面白いな。ちょっとまあありますよ、いいね、そんなあの
卑猥なものじゃないですからね。うん、そう。ハッピーじゃないですから。お祝いに、お祝いだから。そうそう、はい、本当すいません、ちょっと。ちゃんとやってますから。勝手に真剣な話。ちょっと全然違う。真剣な話をしていきたい。真剣にあのやらせてもらってるんで、あの理事会の方も、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ちょっとじゃあ一旦CM行きましょう。FM なが。本日のスペシャルゲストは、ダイニングバーライン店長の与那覇雅樹くん、マボをお呼びしております。はい、よろしく。はい、引き続き後半質問タイム、質問タイムというか面白い話をどんどんしていこうかなと思ってるんですけど、はい、そうですね。ミスさんは行ったこと、はい、あ、そっか、俺の二次会でも行ったことあるよね。3回ぐらいある、ね、3回ですか。もう僕多い時週 2,3 ぐらい行ってたよね。昨日も来てましたね。昨日は一瞬ね、顔出しに行ったね。結構入ってんすよ、マジ平日。え、なんか単品でも別に行けるわけ。単品でも全然行けますよ。行ける行ける。単品でも行けるし、飲み放題もあるし、普通に行っても、うん、ダーツとかもあるから。あ、普通はダーツバー、ダーツ、ダーツもある。ダイニングバーにダーツが、ダーツも投げれますよ。カラオケも、カラオケはあります。あるんだ。一つだけですけど、部屋ビップルームみたいな。ビップルームだけすごいよ。俺まだまだ行ったことないけど、なんかあのね、なんていうの、あのラインの下とかあるさ、うん、行きにくいわけよ、人がいっぱいいるさ、2時間。ああ、あの場所にね。はいはい、そうそうそう。もうほんと週末もう死にいっぱいいるからね。なんていうの、威圧感がある。客まずスーツ着けてないと入れないみたいな、ね。はい、あ、逆にのとか、なんか そんなことないけど、全然。はい、そんなことはないです。大丈夫かな、おっさんで。大丈夫。いやいや、もう全然島ぞりでいいかなって思う。全然大丈夫。大丈夫よ、マジ。全然大丈夫。島ぞりでダメなのはディスコエリーだから、ね。いや、マジ。ダメダメ。あ、そうか、一応クラブだから。ダメよ、ダメ。クラブ一応ドレスコードあるさ、ちゃんと。そうなの。そう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 。あのグラスがあのちゃんとしたやつだ、ちゃんとしたとかの割れるやつだから危ないわけよね。ああ、そういうこと。あ、そうか。ラインはだから、そんなグラス割ったりとかは大丈夫なの？グラス割ったら、あの、違うさ、プラスチックです。あ、プラスチックから大丈夫、一応は。で、割れないように。だからもう、もう割れないように。飲み放題の、あの、パーティーの時はそれ使ってるんだ。そうそう、もうずっとスマホ。うん、そうだよね。じゃあ、なんか、逆に、なんていうの、この LINE で会った、本当に会った、なんか、まるまるな話とか聞いていきたいね。なんか、まあ、なんでもいい、怖い話でもいいし、まあ、面白かった話でもいいし。これ、ダメでしょうとか言って。ああ。まあ、エッチーね。エッチー、エッチーなやつ。エッチーなもんすか。エッチーじゃなくてもいいよ。な、とりあえずじゃあ面白い話か聞こうかな。面白い話。お客さんでなんか死ぬ受けたやついたぜ、こんなやつとか。なんか分からんけど、なんか上半身裸できたとかね。まあ二次会の余興やばそうだからね。あ、確かにね。二次会とかはまあいます、全然。もう全裸の人とかは。そうでしょ。二次会だったら、まあ、いるんじゃん。大丈夫なのそれは。でもダメでしょ。でもそれはもうその会だけなんで。もうその会だけ、うん、もう一応通常営業とかだったら。そうだよね、ちょっとありますけど、もう盛り上がって、 その場の雰囲気で。それは別に全然。なるほどね。こっちは何にもあれなんですけど。でもスタッフとしては見たくはないよね。スタッフとしては恥ずかしい。やってるやってるって感じですよ。盛り上がってるみたいな。俺も脱ぐ派なんだの。なるほど。スタッフも脱げばいいじゃん。いやいやいや、もう終わりですよ。したらもう終わりです、それだったら。あれは何ですか。前か。怖い話は。怖い話だったらもう一回でもあるんですよ。ああ、じゃあ聞きたいです。聞かせて。聞きたいです。でも飲食店ってこの幽霊がいる方がいいとか言うじゃないですか。あ、そうだね。繁盛するとかって、はいはい、聞くんですよ。はい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 、で一番怖かったのは、はい、あの席に呼ぶときにボタンがあるんですけど、はい、ピンポンっていうボタンが、はいはい、が、もうあっち全部終わって、その日営業が終わって、はいはい、締めも終わって、でカウンターでこの2人で喋ってたんですよ、はいはい、終わって、でこっち側ホール側であるんですよ、はいはいはい、はもう真っ暗なんですけど、でも普通に喋ってて、でも何もついてないですよ、うん、音、はいはい、カウンターのところしか電気ついてないんで、したらこの前にあるんですけど、うん、ピンポーンってなって、怖っ。でもあっちのそのやばホールの席側の番号、うん、もう覚えてるんですけど7番なんです。7番の席がピンポーンってついて、うん、誰もいないですよ。やばい、今でも鳥肌立ってきてる。マジでやばいな。今でもマジで。それはもう一番怖かったっすよ。え、何それで見に行ったの一応。俺は行けんかったっすけど、こいつ行ったんすよ、はい、この一緒にいたやつは見に行って、うん、でもまあ何もないじゃないですか、それもちろん、うん、でもそこは幽霊が見える人が
ていう場所なんですよ。こっちにいるよっていう席なんですよ。それでもう今も取り合わせてるんですよ、マジで。っていうことはさ、LINE には幽霊がいるっていうこと。いや、いるんじゃないですか。あれでしょ、7番席に座らんけど。怖っ。絶対いますよ。いや、でも飲食店はいるよ。うん、言いますよね、いた方がいいとかなんか。いるよ、いるよ。そうなんだ。全然、いると思います。しかも、そんな、それは1回でしたけど、このスピーカーが急になるとかは、もうザラにあるっすもん。スピーカーが鳴るってどういうこと？だから、音切ってても何もない状態なのに急に音楽がドーンって鳴るとか、こう結構怖いですもん。下げてるでしょ普通に。あ、だからもう切ってますもん、うん、ボリュームも切ってて電源も切ってるんでつくわけないんですけど。いるな、絶対いるね。バーンってなるんで。まだ見たことないよ、ラインで。でもいるから繁盛するっていうね。そうなんだ。いないお店はなんか広がるって言ってたよ。昔うちのスタッフもなんか見えるっていうなんかやつがいて、はい、でもそれは嘘でした。あの今からじゃあホラ吹きがいたっていう話なんですけど。あ、じゃあこいつ嘘ついて2番席って絶対嘘だなっていう。俺で見えるわけよみたいな。いや絶対見えんだろっていうやついたけど、なんか、うん、まあそこはまあそういう置いといて LINE にはいるかもしれない。やっぱいるよ居酒屋って。俺東京行った時足引っ張られたの。いい、マジっすか。それで起きたら目のこの上に、あ、お店で酔っ払って寝てて、はいはい、起きたらこう上に女の人が立って下見てるわけ。見えるんすか。それでうーって言ってこう金縛りいきなり。それでみんな何人か寝てたわけさ、はいはい、幽霊が出るよっていうこのオーナーさんがなんか幽霊が出るからこっち、はいはい、怖いからよみたいに言って、はいはいはい、じゃあみんなで肝試しで見ようぜと。それで酔って、まあ、寝てたわけ、はいはい、それで一番出るところにオーナーの息子を寝かしたわけ。ちょっとあの怖いからもうちょい BGM 上げてもらって、うん、そしたらなんか俺がパッて起きて、なんかガタガタガタってなるかパッて起きたら女の人が言ってくる。こうなんか自分の顔を見てていきなりスッて入ってくるわけ。スッて今ミラーって言った。ミラーって言っても難儀になってから歯に入れたって言って寝たら何でもなくなってた。でもあれは怖かった、マジで。なんか襲いかかってきよったよ。もうなんか襲いかかってきてから、はいはい、それで隣のお店のなんか占いの館みたいな、うん、有名な占いの館みたいなお店があって、はいはいはい、こっちのママが来てから、うん、こっちにいるっていう、うん、もう本当に図星、はいはい、自分たちが見たところ。本当にいるんだな。幽霊見たことないから、俺も見えないんで分からんすけど。全然なんかどんな気持ちっていうか、どんな本当に見えてるってどういう感じなんだろうね。本当に見えてるのこの7番の席のいるのは。わ、なんか座ってるらしい。怖っ。じゃ男な女分からん、それ分からんすけど。おい、でもなん、でもいい例と悪い例があるらしくて、うん、いい例なんじゃない。いい例でやってほしいですけどね。悪い例だったら嫌だよね、うん、悪い例はなんかもうやばいらしいですよ、この雰囲気がとか。あ、ガチで大和とか、見える人はそうやって言ってました。あれじゃあ7番の人ってなんか一緒に飲んでたりするのかね。なんかピンポンも、いるんじゃない。ピンポンも押してるのは実際だから飲みたい。80名とか予約で、そこうどう店員がさ、どう数えても俺82名いるんすけど2って言う、また人増えてんの。お金払ってないんですよ。払ってないんじゃないですか。で7番ネタ多分払ってるみたいな雰囲気で多分ね。そうそう、やってる。いいな。え、AD とかいそうやね。いや多分いますよ。ディスコにもいるっても聞いたし、居酒屋にも一応いるって聞いたんですけど。めっちゃ怖くないですか、あの終わった後の一人 AD のあのエレベーターからの。確かに、私もう暗いからね。超怖いっすよ。一回なんかあったの、 あったっていうのが、もう聞いたのがですよ、僕。居酒屋 AD のこの、 あのフロアがあるんですけど、この居酒屋側からディスコに入れる扉があるんですよ、うん、があって、それを開けてだディスコの奥側の席、入れるんですけど、そこ要は僕ら居酒屋の人の方がオープン早いからパーって営業、準備して、ちょっとディスコの物取るものがあったから、じゃあディスコ入ろうと思ってバーってドア開けて中入って、まあ、真っ暗なんですよ。で、あ、暗っ、怖っと思ってすぐ電気つけて物取って出てきた時に、もうこの霊感のあるこの例のホラ吹きが光る光るとか言って、あ、何って言って、
今このディスコには幽霊がいるんだよみたいな、どこにいたのって言ったら、この入ってすぐ右にお前の顔見てたよとか言うから、怖いけど、いや言い方はいや出さすのお前の顔見てた、じゃ入ってすぐ右側からバッて見てたよ見た時に言えやみたいなまあ分からんけど、それが本当かもしれないし、まあ僕は霊感ないんで分からなかったんですけど、だ一応いるかもしれないっていう情報は一応ね聞いてますけど、まあ行ったら行ったでちょっと出てきてほしいですね、早くね、出てきてほしい、じゃあじゃあなんかで見たことな、見てみたいっていうのありますね、やっぱちょっと多分お店一人で入れなくなるよ、やっぱそうですかね、でもめっちゃ怖いっすよ、マジで。一人でいたことあるない？ありますあります、もう全然ありますよ。怖いもん。逆にもう気合い入れてます、その時は。一応怖いね、うん。俺も怖い、一人でいる時は、お店いる時。濃いぐらいのあれで、いるっす。マジでめっちゃ怖いっすよ、でも一人の時は。死に怖いな。窓がないんで、しかも。日差し、光入らないんですよ、昼までが。わからないんだじゃん。だからもう、ずっと真っ暗なんで、最初は。確かに、ラインも。てか、あのビル自体、要はちょっと怖いよね、なんかあの何もない時、あでも、ま、元クラブさ、うん、クラブとかなんかあったんじゃない、なんか怖い怖い今もあるけど、ね、ディスコね、確かにディスコあるっすね、もう喧嘩とかもある、この喧嘩とかは、でも喧嘩とかはそんな、ディスコが多いからさ、うちディスコで結構喧嘩多いから、でも結婚式短いでやらないんじゃないか、だからそれはね、たまになんか遭遇するさ、そういう場面に、あれは多分下でじゃない、下とかであの、うん、とかなんかあるさね、他の人と突っかかってとか、うん、ああいうのはやっぱやめてほしいですよ、多分若いあれでしょ、結婚式とかの、うん、いやマンチカ、そうそう、なんか喧嘩がかっこいいと思ってるんですよね、やっぱり、うん、まあ遅刻のように遅れたらかっこいいみたいな、そうそうそう、じゃあなんかアニアワークルスかみたいな、このなんかやめれみたいなのが多分ヤーが出てきたらやばいぜとか、なんかこのやってるんですよね、ヤーが出てきたらデージばっかりたまにはそれになんか僕らスタッフが要は止めに入ったりするわけです、はい、じゃあもうやめてくれよみたいな思いながら、はい、じゃあ止めたら止めたでなんか、いや盛り上げるんだろうかみたいな、このね盛り上がってくるんですよ、で警察呼ばれたやつがかっこいいみたいな、最近あったんですよ、じゃあなんかパトカー5台ぐらい、そう先週末ぐらいにあって、あるんだ、ありますよ、でもう警察は慣れてるじゃないですか、酔っ払いの相手、はいはい落ち着いて落ち着いてみたいな、じゃあいややったらヌーが上の気持ち考えるよとか言うんですよいやお店の気持ち考えるから店前にはこんな喧嘩じゃ営業妨害だってなじゃないですかマジで、あのビル何言ってんのじゃないですか、結構だからこのだから若いの、いやその時は結構もう30後半とかやばいだろ、40ぐらい、やばいだろ、死にモテんやし、おもろじゃないですか、もうそれだからやばいっすよ、じゃあ下ファッキューって思いました痛いっすよ、だってでかいんすよ、またでかい人が暴れてやばいっすよ、マジで止められないから、抑えきれんもんっすね、そう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 、無理っすもんね、抑えきるの、そう、もうスタンガンだな、やっぱりスタンガンだな、いや飲食店は持ったわけよ義務付けだから、前も話したスタンガンも一回目で行ったけどね、うん、そうね、あったわけよ、あじゃあご信用で、そうそう、あでも何の店ってなるけどね、一応確かにまあありっちゃありかもしれないですね、いやいやすごい、いやいや待って、ああ確かに、じゃあもうじゃあスタンガンもいい、もうちょいなんかないかねいいやつ、エアガン、エアガンエアガンっすか、じゃあエアガンって、エアガン、エアガン怖いな、ないっていうかもう酔っ払ってるやつ抑えるんだって、もうあれじゃないの、なんか痛みとかでやるしかないんじゃない、うん、じゃあ痛めたらまたあれじゃない、怖いんだよ、警察とかもまた話がね変わってくるんじゃない、ああ何食いっすかね、酔っ払ってる人かだから酔っ払いで、うん、あの暴れる人はできんっていう、でも二次会とか無理さ、うん、じゃあね、うん、じゃあもうだからリスト化してから、やっぱり電話番号と名前聞いてはい、じゃあ ありがとうございますじゃあ次回からできんです入場できませんので、でもディスコは結構もう暴れたらできんですよ、とりあえず、でも次来た時分かるんですかそれ、もう大体分かるね、あの、
インパクトがある人はもうすぐあこいつ前もやってたなっていうのがあるんで、すぐああ分かるんですか、でも結構覚える、みんな覚えても入れないですよみたいな、なんでよみたいななるじゃないですか、いや一回前回暴れてますよねみたいな、はみたいな、うーって言って帰るんですかちゃんと、いやもう意地で入れないっていうかもう、あ、はいはいはい、当分はダメですとか、あちゃんと言うんだ、うん、はい、うん、ちょっといっぱいですって言わないけど嘘ついて、いやいっぱいですからお店入れるから一応、うん、いっぱいだ、うん、席もね、はいはいはい、あるけどやっぱ、うん、でもそこはもう対処してますねちゃんと、うん、ちょっとなんかあれだね、話が話がね、ちょっと疲れてきてる感じはします、ね、疲れてるっていうかなんかあの幽霊からね怖くな幽霊になってる喋りもなんか曲いきます、いやまだいいかな、まだ、うん、全然、じゃあ次の質問お願いします、はい、次の質問はないんですけど、はい、ない作ってください作ってください、ね、じゃあね、何しようかな、あれがいいかな、もしお店側がなんかこのプランでこれやった方がいいと、うん、なんか今から結婚式二次会とか来年考えてる人もいると思うんで、幹事さん、はい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 、おすすめ、おすすめだね、じゃあこれこうやってこうやった方がいいよみたいな、あ、そっかそれ言ってなかったな、幹事さん必見みたいな、なんかそうそうそう、じゃあこのなんていうの、普通にあの予約する側があのイメージするんじゃなくて、このなんか LINE さんのスタッフとかから見てこういうパーティーにしていった方が、なんていうの、参加してる人も楽しめるよみたいな、そうそうそう、例えばだから、まあなんていうの、まあさっき言ったみたいに打ち合わせは何回も来た方がいいよとか、あ、はいはいはい、なんかどういう感じやってるの、まあその人たちはね、タイムスケジュールみたいなもちゃんと決めてるの、組んで打ち合わせでやってるの、このがっつりやる人は時間とかまで、あ、この時間が台本じゃないですけど3時間あったら、うん、じゃあ15分で、何しますみたいな、何分になったらこのゲームしますみたいな、でそれをじゃあそれってやっぱりスタッフとの連携も必要さね、そうっすね、もうそのタイミングやっぱりなんか見計らってっていうのをこっちも、はい、それをもらえたらその都度把握できるんで、うん、声かけに行ったりもできるし、うん、はい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 、そうだね、だからなんか結構このスタッフさんと仲良くなるではないけど、幹事さんがやっぱなっといて、うん、もういつでもなんか手助けできるような雰囲気に持っていった方が絶対楽じゃない、うん、やっぱもうなんていうの、最初は知らないさ、ね、スタッフとこの幹事さんも知らない人同士だから、そんななんか1回の打ち合わせとかってなんかそんな何なんかノリノリでスタッフもなんか手伝ってあげようみたいな多分気持ちにあんまなりづらいんじゃない、うん、でもやっぱ打ち合わせしていけばこの人新郎新婦はこんな感じの、 あの性格でとか、なんていうの、何が好きでとかあったら、あ、じゃあこういう曲流していいんじゃないとか、曲選曲とかもできるの、選曲も全然曲も選べるんで、ねえねえ、そしたらライブもできる、ライブも一応まあできますよ、機材とかをでも持ち込みになるんですけど、それを持ち込んでくれるんであれば全然ライブも問題ないんで、じゃあそういうのもね、だからねえ、そういうのもまた貸し切るプランとかあったら面白いね、いいね、なんかこのライブやった人とかやん、結婚式で、結婚式ライブやった人はいます、います、あ、いるんだ、しかもその人なんかはもう全部その機材を自分らで昼からも全部運んできて、アンプとか全部、ドラムも運んできたんで、結婚式の日にの二次会です、そう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 、じゃあ結婚式のあれだね、めっちゃ完成度高いぞ、だからさもうやばかったっすよ、もうガチバンドみたいな、ガチバンドっすよ、もう盛り上がってた、めっちゃ盛り上がってた、ね、絶対盛り上がる、その人たちはね、このバンド組んでんの、バンドマンとしてやってんの、あ、違う違う、普通に、まあ、趣味じゃないですけど、あ、でやってて、それでやってる、披露をみんなにしたいっていうことで、そうそうそう、すっげえいいね、そういうのも、めっちゃ盛り上がってましたよ、やっぱこういうのもやっぱ事前にちゃんと打ち合わせしてからでしょ、急にじゃあバンド やりますのでとかじゃないでしょ、それはもうがっつり打ち合わせしないといけない、うん、そうだよね、こっち側も動きにくいんですよ、うん、そうだよ、そうだよ、いいね、ライブとかある二次会が一番いいと思います、うん、デージを絶対楽しい、めっちゃ楽しいと思う、多分他になんかできることとかないの、こうなんかなんていうの、プールが、プールできるよとか、プールプールっすか、何プール室内プールいや結婚式二次会でプールあのちっちゃいやつでしかできない、でも俺思うけど、これ聞きたいのが、はいはい、どこまで余興グッズ使っていいか、どういう意味、どういう意味、例えばローションとかあるさ、ああはいはいはい、店が汚れるのはダメなんじゃない、自分は余興やるタイプだくさん、はい、だからこれ例えばマグロ解体ショーとか汚れるじゃん、はいはいはい、でどこまでいいのっていう、じゃあどこまでっていうのは基本ないですけど、うん、たださっき言ったようにこの汚れたらあれなんで、うん、そうだよね、それやるんであれば
それ用の準備をしないとね。やるっていうんであれば全然。あ、じゃあ基本やっても OK なの。特にこれがダメとかはないんで。あ、なんか物が壊れたりとかそういうのがなければ、はい、そうだよね、そうだよね。あれはないですもん、特に。これがダメとかはないんで。ファイヤーショーも。ファイヤーショーはどう？ファイヤーショーはまだないでしょ。ファイヤーショーまだやったことないんで。じゃあまだやったことないのやる予定もないですけど。いや、わからないの、わからないの。全然やる予定ないですけど。大道芸人とかね、うん、なんかあの国際通り、あの日曜日ぐらいにやってるさ。ああ、はい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 。あんなのが来てもいいの？はもう逆に全然。あ、しかもいますよ、そういうのは。大道芸人の方を呼んで、あ、リストで。そのやってもらってる二次会とかもありました。はいはい、すごいね。なんで芸人が来たことはない。そのまま普通になんか、はい、あ、それ面白いみたいな。それ面白い。あ、芸人もいますよ。芸人が漫才披露するとか、うん、司会じゃなくてよ、ゲストで来ましたとかね。もうあるさるさる。あ、あるんだ、あるんだ。これもやっぱあれ、美容はオプションで、料金はこの患者さん、この結婚式二次会側が払ってるの。いや、これはもうその場合、その時は友人の方だったんですけど。あ、友人が呼んでってこと。呼ぶっていうのもあるんで、プランで。これ呼ぶ時って何？オリジンさんとかこうなんいるじゃん、はい、これを仲介でこうなんか連絡取ってくれるわけ。あ、そうそう、司会の時も司会者お願いしたですって言われたらこっちで連絡取って、あ、で、あ、じゃあ楽だね、伝えてもらって、日にちが合ってれば、そうそうそう、合ってればそれで、まあ、いくらでできますよみたいな感じ、はいはいはい、ちょっとこっちで会えばまた行けますよっていう感じなんで、はい、特になんかその患者さんだったり新郎新婦さんがやるのは極力も減らすじゃないですか、うん、多分披露宴でいっぱいいっぱいだと思うんで、もそうだよね、めちゃめちゃ、もうスパイスレディオから光るもしっかり名簿入れとけば、あ、入れとけばこの格好で行く、この格好で YouTube 見ないと分かんない、見てね一番下に一番下に、ノー、あ、そうだね、1000円ぐらいもらえる。安っ、それだと万博は安っ。安っ、時給にして、時給に。時給、時給3000円ですよ。3000円。ぜひぜひお願いします。それであれば。ありがとうございます。はい、ぜひ。確かに。ちょっと盛り上げたいな。ね、そしたらね、ネタ考えていきますんで。でも逆にそういう人がいたらめっちゃ助かるっすよ。そうだよね。絶対フリーでやってて。うんうん、やっぱまあ安いって言ってもやっぱ1万、ね、2万ぐらいはするんで。いや、全然いいんじゃない。でも全然ね、やりたいっていう。3時間で。1万2万って言ったら時給にしたら高いから、結構やっぱあれなんで、はい、じゃあそしたら一応じゃあもう一回後であの打ち合わせして、やりたいんだ、1000円ではなくて、ちょっと上げて、ちょっと上げようかな、なんかあれげんじゃん、あれげんじゃん、ちょっと面白くタンクトップ光るってもうめっちゃもうなんていうの、ピチピチのタンクトップで光る、粒マスタードみたいになっちゃうよそれ、粒マスタードさんみたいな、タンクトップ光る、それやばいっすね、タンクトップ光る、酔っ払ったらたまにやってるけどね、はい、これもらえますか、あ、ぜひぜひ、これ使えますか、ね、多分できると思う、光る、ね、楽しそうだな、まあ、とりあえずじゃあ光るさん、うん、打ち合わせしようね、タンクトップ光るさん、いいね、じゃあ一旦 CM 行きますか、はい、はい、引き続きスパイスラジオ、始まりましたけど、もうエンディングの方に、もうあっという間だね、1時間早いね、やっぱりね今日もいろんな話をしましたけど、今日はダイニングバー LINE の店長与那覇雅彦マボをお呼びしております、ありがとうございました、どうでしたか、いや楽しかったっすちょっと緊張したんですけど思ったよりあのがっつり個室だしあのこっちで話してる感じだったんで、そうだね、でもあの窓際だってきついよな、ね、それあったかもしれないです、今日もね楽しく楽しかったっすもん、まあいろいろなんかね、ダイニングバーの裏の話とかね、はい、聞けたりして、ね、なんか面白かったな、はい、幽霊の話ですかね、だからね、はい、だから俺今まで知らなかったよ、幽霊いるって、7番席は今度1回7番の席に通して、もう多分あのすぐ座るんじゃない、みんなこれ聞いてる人は逆に座ってみたいんじゃない、写真撮ったり、多分ここの7番席だけなんかインスタ映えするんじゃないそれですかいいのかな、空だよ、逆にそれやってくれたらめっちゃいいですけどね
いい意味でなんかねそうなってくれたらいいね。心霊スポット的な、まあ、意外になんかそういうので振っていきたいな。逆にあれやればもう塩とかさ持ってさやばさろうそくとかあれしめ縄とかそしたらいなくなるさ、もう成仏するそっかそっかいなくなる、そうか追い出すことになる。そうそうそう一応はあのねあのいさせてこのなんかいい幽霊さんとして今後もやっていきましょう、はい、ね、ということでじゃあ、はい、ありがとうございました。またね、またいろんなタイミングでマーボーと絡んでいきたいんで、はい、よろしくお願いします。じゃあそろそろエンディングですか。はい、じゃあ、今デートしてる方もいると思うんでね。ああそうね、最後はね、うん、楽しんでやっぱりマライア・キャリーの恋人たちのクリスマスで お別れですはい、じゃあ今日ではまた来週お会いしましょう。スパイス・レディオでした。ありがとうございます。